ば湯は熱いのでお気をつけください。
ということでですね、蕎麦を食べました。食べてきました。はい。あれは、ですね、長野駅前の割と近いところにあるんですけど、ぼっちというお店ですね。ぼっち。はい。ぼっちというお店で。初めて行きましたけども。美味しかったですね。美味しかったです。僕が頼んだのは、あのね、ちょうどランチの時間だったんで、ランチの、B セットかな ?B セットの、B セットっていうのは本来その、ご飯がついてくるという、米ですね、ついてくるっていうセットだったんですけど、その米をなしにして、エビ天をプラスするという、感じになりました。すると、まあ、ああいう感じになりますね。蕎麦と、まあ、野菜の、季節の野菜かなの、あの、野菜の天ぷらと、そこにエビ天という感じになりまして。非常に美味しかったですね。蕎麦がね、あの、ほんとツルツルっていう感じで、うん。あの、麺も細めなんですよ。蕎麦自体の麺も細めで、ツルツルツルっと、喉越しも非常に良くて、美味しいです。で、また、なんかね、蕎麦の色がね、ちょっと薄めだったんで、パッと見ね、パッと薄いなと思ったんですけど、しっかりこう、蕎麦の香りもしまして、美味しかったです。うん。美味しかったなぁ。まあもちろん手打ち蕎麦だと思うんですけど。なんかね、まあ僕そんなに言うて蕎麦屋で蕎麦食べたことが今までそんなないんで、まあ信州に住んでるとはいえ、そんなにね、信州蕎麦、信州蕎麦言いますけど、長野県民だからってそんな蕎麦食わないですよ。正直な話。だからね、長野県民といえどもね、その、蕎麦屋でちゃんとした蕎麦食ったことある人ってね、あんまいないと思います。僕の印象ですけど。うん。で、まあ僕はまだ食ってる方だと思いますよ。まだ。うん。で、その中でも、言うとですね、まあなんかあのね、蕎麦の香りまたちょっと特徴がありましたね。難しいんですけど、これ表現するのが。蕎麦の香りに特徴があってね、それを感じることができました。あ、なるほどと。蕎麦、こういう蕎麦の味というか、味わい、香りもあるんだなということを、実感することができましたね。うん、美味しかった。で、天ぷらも美味しくて。天ぷらも美味しかったですね、サクサクで。うん。それで、あれ、いくらだったかな?それで1300円くらいなのかな?そうだね。1300円くらい。エビ天プラスして。ご飯抜いてエビ天プラスで1300円くらいという感じで。はい。いいですよね。安いと思いました、僕は。あのね、蕎麦屋の蕎麦で、そちゃんとしたとこ、天蕎麦天ざる天ざるみたいなの食べようとすると、結構ね、1500円以上かかるとこあるんですよ。普通に、下手したら2000円近い。蕎麦1000円の天ぷらプラスでもう、プラス1000円近いみたいな。合計2000円ですみたいなところは割とあるんですけど、でもね、まあランチっていうこともあったのかわからないですけどもね、1300円くらいだったんで、ああなんか安いなと思いまして、うん、なんかね、僕長野市周辺であんま蕎麦屋知らなくてとか行ったことなくて、たんですけど、たまたまね、そのたまたま見つけたんだよな、ぼっちっていうところ、うん。なんでね、まあ、この長野駅周辺はまあやっぱその観光客向けみたいな感じで蕎麦屋っていうのはまあ何軒かありますと。長野駅前にもあるし、その
もっていうとこう善光寺のね、近くとか全国中の方面に向かう途中にはそば屋さんってたくさんあるんですけど、行ったことなかったんですけどね、ぽっちはいい、美味しいですね。うん、だからなんかもし長野駅周辺来られた方とか、駅から割と近いんでおすすめですね。うん、あのね、上田になると、黒壺っていう、黒壺っていう蕎麦屋さんがあってね、そこが上田で一番うまいと思います。うん、まあ、上田市はあんまり蕎麦屋さんっていうのがないんですけど、そこは美味しいかな。で、軽井沢の方とか行くと、川上庵っていう、蕎麦屋さんがあって、それも美味しいです。川上庵は、天ぷらが美味しいですね。特にエビ天が、あるんですけど、そのエビ天がね、そう、エビがすごい大きくて、でもうブリブリなんですよ。ブリブリ。うん、川上庵あんもそば美味しいですね。黒壺も美味しいです。黒壺も美味しくて、うん、そうだな。長野市だったらぽっち、上田だったら黒壺、軽井沢だったら川上庵みたいな、まあこういう感じの、まあそんないっぱいね食べ尽くした中での、ランキングというわけではないんですけども、そういう感じがしますね。